はようございます。マンリーじゃなくて、アボカビーチから今ニューキャッスルに来ました。で、ケーナが昨日火に当たりすぎて熱中症になっちゃって、でも今は元気になったんでよかったんですけど、たどり着きました、ニューキャッスルに。めっちゃ広い。そしてルームツアーマジやばいから、どうぞ家へどうぞ、私の家へ。やばないこれ、やばない、半端じゃない。いや、キッチンもバリ広いし最高。で、綺麗なもう最高やん、ここテラスもある。まあ、これ出たらまだ熱中症になるけど。では、上へ。あ、下にね、ランドリーもあった、最高。綺麗だね、めっちゃ。ここ階段で、で、こっちにトゥインのルームがあります。そして、その外にシャワー、シャワールーム。こっちもシャワーある。こっちお風呂ほら、で、で、ここがやばい。ここがマイルーム。じゃ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 、やばすぎ。え、これは何なの？ウォークインクローゼットある。広くない？広っ。ほんでシャワーがあります。やばない？いっぱい広い。大きいな、こういうルームがあっちやな。確かに最高、すごい、めっちゃ綺麗、真っ白、家ここに住むことになりました。こんな感じで、ケイナもね、めっちゃだるそうにしてたんやけど、ほんまによかったな、ケイナ。よかったね、ケイナ。下で遊ぶ？下行こう。ケイナの病院に急遽来てます。なんかさっきルームツアーした後なんですけど、なんかもっと熱が上がってきたので救急で病院に来てます。ケイナ本人はなんか食欲もなかったんですけど、スイカとか食べたから全然いけるかなと思ったんですけど、念のため病院に来ました。病院に着いてからもう4時間ぐらい経つんですけど、なんか日本と比べたらめっちゃすごくて、待つ時間は長いけど検査とかめっちゃしてくれて、熱中症やと思ってたのが全然違くて、ウイルスじゃない、菌が入って、多分プールかなって思って、昨日夕方入ったプールとかで多分菌入って喉がちょっと赤くなってるみたいで、そっから発熱してたみたいで、マジ病院来てよかった。今はね、このアイスのやつをもらって、これをめっちゃ食べてんで、ね、熱は引いてきました。多分37度ないぐらいになりました。マジほんまに今さっきは2時間前ぐらいまで40度近く、39.6 やったね。まあ、ほんまによかった。オーストラリア来て1週間で、ケイナこんなんもあるで保険入ってくれかった。マジで疲れた。あと何時間ぐらいかかるんやろ。4時間ぐらい経ったよな。全然経っとる。もう経ってる。5時間。5時間、今7時やもん。マジで、やばっ。ケイナ5時間の間に熱冷ました。でもいろんな薬飲んだからさ、2種類ぐらい飲んだよな。どんな薬買おうかな、大丈夫なんかなと思って。美味しいな。おー
夜の8時9時ぐらいなんですけど、8時過ぎぐらいに病院が終わって今ホテルに帰ってきました。ご飯食べて今日1食目っていうのは寝てます。なんで寝てる。なんで寝てる。お疲れ様、ケイナ、よう頑張ったな。熱は下がりました。おやすみ。だからなんで寝てる。お風呂から上がったので今からスキンケアをちょっと紹介します。めっちゃプチプラスキンケアなんですけど、なんか PR とかで結構いろいろもらってたりしてて、それめっちゃ調子いいんやけど高くて次買えないとかが結構多いので、これ何だっけ、ハトムギのやつを薬局で買って、なんかやっぱ化粧水ってさ高かったらあんまりいっぱい使いたくないとか思ってしまうから、化粧水はこの安いやつを最近これ初めて買いました。これを使ってます。でも海上がりとかはデュオで落としてて、その落としたらもうすぐ化粧水塗ってるって感じ。化粧水塗り方は適当です。ほんまはこうやってこすらない方がいいって言うんですけど、もうなかなか伸びないからゴシゴシこすってます。ゆっくり塗ってで塗って、で、おっと、次はこれ、キュレルっていうのかな、このキュレルのフェイスクリーム、敏感肌用らしいです。これはね、しょっちゅう買い替えてます。でもこれちょっと高いな、何ぐらいだっけ、3000円近くしてたかも。ちょっと質じゃないけど量少ないよね。これは友達に教えてもらって薬局に売ってるし、ちょっと高いけどめっちゃいいよって教えてもらったのでこれを使ってます。で、こっからこれは絶対ちょっと高いけどめっちゃおすすめっていうやつがラスト、これです。これはマルティナっていうブランド、なんかオーガニックのブランド、ビーガンなんやけど、アイケアクリーム、めっちゃちっちゃいです。これをこれめっちゃ伸びるので、ほんと少量で OK、 これぐらいで大丈夫。これを目の目尻と下と上全体的に伸ばします。オッケー。その後にキュウナになくされてる。本当はこの後に眉毛をこうやって上げて終わりなんですけど、眉毛上げるブラシをキュウナになくされてるので今日はこれだけです。ではもう本当今日夜ご飯の一食しか食べれてないぐらいめっちゃバタバタしてて、もうとりあえず夜中の2時にケイナが起きて、で触ったらめっちゃ熱あってやばいと思って、すぐ日本で処方してもらってた解熱剤を飲ませたんですけど、全然熱下がらなくて朝起きてもやばいってなって病院連れて行くことになって、今の夜8時まで病院かかりました。ずっと立ってた。座ったら泣くからもう一生立ってました、一人で。今日は疲れたのでご飯も食べてスキンケアもしたのでもう寝ます。皆さんご視聴ありがとうございます。では。